それで今日はどうしたんです？むしろ来るべき日が来たという。我が家ではお客様に心からのおもてなしと安全なご帰宅を保証いたしますから。別に無理することなんかないじゃない。歌先輩、そこまで言うのならもう止めない。好きにやってみなさい。ありがとうございます。だから頑張って。智也くん、私を誰もが羨むような幸せなヒロインにしてね。ああ、約束する。とうとう巻き込まれちゃったわね。まだ企画書完成してないし、明日までに仕上がるかわかんないし。ほんのちょっと私の頼みを聞いてくれるだけでいいの。頼みって？それはね、私の。でもお金のことは避けて通れない。そういうことが聞きたいんじゃないのよ。そういうこと聞いてるんじゃないのよ。なんでいつもそうやって全力で明後日の方向に走るのよ。俺たちのゲームなんだよ。みんなで一生懸命作ってる魂の作品なんだよ。このシナリオはダメだ。今まで気づかなかった無能な俺をぶん殴ってやりたいよ。だってこれは俺の作りたかったゲームじゃない。ごめんなさい。おはよう、リンリ君。さあリンリ君、始めましょう。はい。つまり書き直しだね。いいえ、まずはとにかく量を書きなさい。修正は全部書き上げてから、私が全部フォローしてみせる。歌は先輩。もう一つは、俺みたいな虹を谷に三次元の彼女がいるかもという間違いだらけの認識だ。じゃあ窓の外のあの人たちは何？だから歌は先輩は悪くないって。悪いのはディレクターの俺。でも大丈夫、今からでもまだ間に合うよ。歌は先輩がどうしてもダメって言ったってやるよ。そう、シナリオリテイクなんだ。 あんたが友也の？クラスメイトです。別にクラスメイトでも彼女でもオタ友でもセフレでも興味ないけど、最後のはさすがにひどいんじゃないかと。私に。俺だけじゃなくて加藤だって頑張ったんだ。おい、お前も何か言って。で寝るな。いや、ヒロインなら男にもたれかかって寝ろ。やめて。そう、リンリ君のいとこなんだ、このミチルさんって人。ごめん、つい視界に入っちゃった。加藤。何を？